駒の魅力って言ったら、まず回るっていうことですよね。その回る力を利用して様々な動きのできる駒を作る。これが江戸駒の特徴の一つでもあるんですけども、江戸駒っていうのは外で回すんでなくて、座敷駒で家の中で遊ぶ駒なんですよ。だからただ回すばかりじゃなくて、飾っておいても楽しいし、回してもただ回るだけじゃなくて、いろんな動きのある回り方をする。形も綺麗だし、色使いもいいし、こういう駒はね、世界中探してもないんです。江戸駒しか。昔は江戸時代から代々作ってたもんなんですけども、手の込んだのを作ると贅沢禁止令なんつうのが出て、江戸っ子っつうのはどうしても反骨精神があるんで、例えば10センチなら10センチは贅沢だからって言われると、なら8センチならいいんだなっつうんで、8センチの。で、10センチと同じ手間かけて、そうやってそれの繰り返しでいろんなものを作ったんで、種類がものすごく豊富なんですね。だから昔は高貴な人しか駒って持てなくて、豪商とかね、旗本とか殿とか、そういう人でないと持てなかったんですよね。なんか駒っていうのは回らないと話にならないしね。材料を選びが大変ですね。材料ってもうほら、自然のものだから、まっすぐではないし、硬さも違うし、重みも違うんで、どうしても木はいびつなんですよね。南側は育ちがいいから、こう大きくなって、年輪の幅も大きいし、こう長い木があっても1個がダメだとその木全部ダメなんですよね。だからその中、このいろいろの木選んで、それが当たって全部きれいに回る。そういうような時は万歳したくなるくらい嬉しいですけどね。で、残念なのが、日本の人よりも外国の人の方が理解してくれるのね。こんな素晴らしいものないって。アメリカ、ヨーロッパはみんなね、アメリカ、ヨーロッパばかりなのに、隣の韓国でも職人は宝だって、国の宝だって、だからものすごく大事にしてますよって。まあ、この品物に限らずね、他の職人、だんだん日本職人減ってって、後継ぐ人がね、親が貧乏してから、その子供に後継げっつっても継ぐわけないんですよね。職人がないとね、いないと、でっかな会社だって元を正せば皆職人ですからね。職人がいないとジェット機だって飛ばないんだよね。だから今のうちならなんとかできるんで、本当に職人一人一人文化持ってるからね、辞めればその文化が一つ消えちゃうんですよね。幸いなことに、うちで何人かが弟子がいるのでね、その点では助かるんですけども、これから先どうなるか分かんないけど、なるべく多くの人にね、楽しんでほしいなと思って、まあ、なんだろう、これをね、ますます盛んにしていってもらって、あと大事にして、もうなんつうの、絶やすことのないように、世界に誇れる江戸駒ですから、あと研究してもらいたいのね、それぞれにね。さらに、まあ、新しくいろんな形のものを面白く作ってほしいなと思うんですけどね。